たまたまかじまちです。じゃあこちらピクミンホーダさんでいきましょう。さてさて、前回また一人ね、追加でね、隊員さん見つけたけど、今回はまた新しい場所行けるんかな。さ、まず行く前にいろいろ準備しましょう。レスキュー訓練なんかできるかな。お、ちょっと増えてるね。攻撃が鋭くなる。あー、突進これいいな。オッチのやる気は3あるから、これ1個ゲットできるね。犬かきは、あ、早く避けるんだ。これ助かるな。回復、あ、回復欲しいわ回復欲しいね。回復もらいましょう。はい、よーし、覚えたぞ。最近オッチの体力がね、厳しくなってたんだよ。おっとっとっと、前回助けた人こんなところにいるんだ。お宝図鑑、やはり、あ、この人じゃないかなこの人じゃないわ。これだいぶ前に見つけた人じゃん。お宝の鑑定か、別にいいよはい、お宝気になったら見ましょうか。あ、こんなところにいるんだね。みんな集まってるわけじゃないんだ。あ、この人じゃない、あ、違うわお花屋さんの人もう探索はゴリゴリだって。うん、まあ、お花屋さんだしね、もと。あ、この人だ、この人。やっと見つけた。このディンゴ様がレスキュー隊に戻ってきたんだ。あとは大型宇宙船に乗ってゲームと遊んでくれ。ああ。と言いたいところだが、隊長からちょっと休めと言い渡されてな。へえ。なんか怪我でもしてんの？え、じゃあ、まだまだこの子は動けないんだ。後々さ、なんかね、この人、一人でね、探検するのが得意らしいので、まあ、一人で探検に行かせて資材とか集めてもらったりとかできるんじゃない？違うかな。じゃ探検行きますか。うん、探検って探索って言わなんのか探索できる場所が前回増えたんだけど、どうしようかな。日だまりの山 39% だからさ、あ、でもここ急な神話あるね。花吹雪の楽園、じゃあ行くわ。ここ急な信号先だな。100% にするよりも。お、お見送りが増えてる人。じゃあ行ってきまーす。お土産は期待しないね。まだ 26% なんですよね。およー、ただいまー。一緒、ただいまか？まあ、いいや、前回来たし。じゃあ早速調査しに行きますか。あ、ピクミン出してないわ。ピクミン行く、ピクミン。おー、100匹おるんか。基本赤ピクミンでいい気がするな。あ、でも青ピクミンもちょっといるので、まあ5匹ぐらいおればいいかな。よし、行くぞみんな。あ、で、前回そうか、この橋作ってたんだ。で、資材が結構ギリギリなんよね。あ、足りてないのでは？どう？資材足りる？これ。資材足りるか？あー、やっぱ資材がないわ。資材足りないか。ちょっと集めたいね。資材を探しに行こうかな。あれ、この壁壊せるんじゃない？いけみんな、壊しちまいな。そしてこっちもグードゥンほいドゥン。やっぱオッチのパワー強いね。なんかあそこに強そうなやつがいるね。何あれ、犬？なんか犬っぽくない？おらー、よしよしよし。お、逃げてる逃げてる。あー、ちょっと溜めるの遅いね、攻撃。あ、資材、ナイス。少な。少なくなっちゃったな。びっくりした。何、何、カメムシ。キモー。待って待って、お虫嫌いなんだか、逃げた。逃がした！始まって、うわ、逃げた。もういいや、知らん。じゃあ、それ、おっちに運んでもらって、その間に、こじまっちは、何これ、あ、お宝だったんだそれ。気づかなかったなんか光ったなーって思ったら、いや、今少ないからさ、人数。あー、ここ落としてー。けどこれ何人いる？10人か、足りないね。あー、これ黄色ピクミンがいるやつだし。あ、黄色ピクミンがおればそっちの探索できるね。ちょっと黄色ピクミンは探しに行こう。うわ、ここ落としたいけどね。あ、相手落ちれるんかい。あ、いや、落ちれたわ。じゃあ、黄色ピクミンを、もう全員出したわ。よしよしよし。
あ、しーちゃんまた枯渇した？ん？これ、何？オニオンじゃない？おお、あれ？ここにもオニオンが？でも最初に見つけたものと色が違いますね。やっぱりこれも運ぶと動き出すんでしょうか？ああ。確かに。運びたいけど、まずこれ落とそう。移動しやすいように。よし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 。で、はい、ここね。意外と人数足りたかも。よし、とりあえず全員。お、紙袋下ろした？ナイス。地面掘り終えた？ナイス。え、これ20人いるの？じゃあ、ちょっと待って。イエローで、そこのやつね。イエロー電気強いから、ちょっとここ壊してもらって。あ、ごめん。赤ちゃん戻ってきて。赤ちゃん戻っておいた？イエローは壊して、で、他の子たちでこれ運びましょう。よし、足りた。オッケー。コニオミニオはなかなかのおもちゃだな。なんだろう、ピクミンいっぱい運べるようになったりするんかな。あ、資材発見。資材発見したけど、ちょっとめんどくさいな。ほら。外したー。あ、ちょ、戻っておいで。攻撃当たる？あ、ちょっと待って。助けて、あー。あれ？今、操作がさ、オッチになったんだけど。え？戻せる？どうやってすんの？え？色変わった。え？大きくなる？え？え？どういうこと？オニオン吸い込んじゃった？大丈夫なんでしょうか？まさかオニオンが合体して2色になるとは。待ってよ、ということは合体した色のピクミンを増やせるんじゃないか？ちょ、運ぶな。ペチンってしないで。なにどうしたなんで、怒ってんの？激しく興奮してる。え、なにどうしたオチも興奮してる。一体どういうこと？ピクミンはもちろんすごく元気がみなぎっている。どうやら激辛スプレーには栄養剤のような効果がある。あ、さっきも口元で敵のボタンを押してたら使っちゃったんだ。だって当たんねえもん、攻撃が。一旦、仲間増やしに行こう。人数少ないからね。多かったらいけるよ。よいしょ。よし。あ、電気の壁壊した？ナイス。ただ、資材が足りてないから、こいつを倒して、おお、持ってきてる。ナイス、ナイス。よし。あら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 。痛い。お、来た。やっぱ人数よ、人数。ピクミンは数よ。よしよし、ナイス。あ、吸ってない人、吸いたい人いる？ほい。で、これ黄色になったね。え、なんで赤になったの？え？今黄色だったのに。え？黄色のまんまに、え、欲しかったんだけど。じゃあちょっと赤ちゃんやめて。オッケーオッケー。え、黄色に変わるんかな？あ、来た。なるほどね。変わるようになったんだ。じゃあよろしく。で、ここも運んでもらって、で、そっちに新しく行けるから、よし、いろいろ準備してから行きましょう。よーし、こっち慣れた行きましょう。そこの敵はいいかな。無視して、あ、宝物あるじゃん。ちょっと待って、宝物、お宝をちゃんと集めておきたい。よし。はいや。はいや。それ誰か1個持ってっとって。ここに1個あるんよ。これは、イエローならいけるか。うわ、一匹足りねー。よし、イエロー補充してきたぞー。ほい。これ、人数足りる？もう一人いっとく？いや、下に降りてか手伝わせるか。え、どっから行こうとしてんの？あんたたち。え？降りれるんかい、そこ。そこ降りれるんですか？よし、お宝回収したので、そこのね、洞窟行きますか。入ります。擬態して獲物油断を誘う戦略は生物界によくある話だが、まさか身をもって体験することになるとは。魅惑的に揺れるプルプルには時に危険が潜んでいる。あー、これね、周囲とピクミン強くなったり体力回復したりするんだけど、これが偽物の可能性あるんだ。
気をつけましょう。あ、おすすめがイエローと氷ってこと？黄色と氷ってことか。はあ。じゃあ行きましょうか。おすすめメンバーで行きましょう。何回まであるんでしょうかね。ウェーン。ぐえ。絶対痛い。絶対痛い。あ、ちょっと広そう。ん？お、早速お宝発見したけど、これ届くか？届かないね。はい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 。こっちから行けばいいかな？イエローあんま使いたくないね。いや、高いところイエローじゃないといけなかったりするからさ。これは氷ピクミンでいけるのか？ん？呼び戻して？あ、倒しちゃった。あ、ピクミン死んじゃった。あー、固有はなくてこと？一旦ちょっと戻ろう。こいつ強え。なるほどね。じゃあちょ、ここ引っ張ってもらって。あいつ怖えー、怖えー。本物も一応あるんだけど、偽物もあって今一匹やられましたね。よし、抜いた。オッケー。植木鉢どかしてくれてありがとう。で、これ水か？ああ、水は別に泳げるからいいや。ここ2階で、あそこに、アヒルがいる。何？え、葉っぱ？うわー、キモい。キモい。しかも暗いし。急に暗くなったし。おらー、おりゃー。おー、めっちゃ凍らせるやん。よしよし、いけ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 。いけ。よし、倒した。あー、大変やったね。お、回復した。これ当たるだけでもいいんだ。これ何でき？ 10 人か。足りるね。ギリギリ足りるね。全員。で、ここが次の買いに行けてって感じだけど。あれ？それをどうやって取るんだろう？あ、こっちから行けるんだ。びっくりした。ん？ピクミンが困ってますね。どうした？ピクミン。ピクミンの悲鳴？なんかやられてね？これ溺れてね、ピクミン。青ピクミン？あれ？青ピクミンさん今までいなかったね。初登場じゃん。見たことないピクミンですね。おりまちゃん、このピクミンにも出会っているんでしょうか？泳げるんじゃない？青ピクミン、一見すると口のように見えるひらがあり、エラがあり、水中でも活動できるのは青ピクミンの特徴。水に強く泳ぎも得意であることから、水中にあるものの運搬をできるようになった。おー、水中のものを運べるようになりました。水の中をくまなく捜索してみてくれ。あー、助ければよかったんだ。なんか、またやられてね。え、どこよ、やられてるやつ。もう倒してる倒してる。さっきまでやられてたはずなのに倒してる。強いよ。じゃあ、それ運んでもらってた。あー、どこかでピクミンがどうしたやられた？迷子になってる？あー、水だからいけないんだ、君たち。そういうことね。ちょちょ、こっちこっちこっち。よし、凍った凍った。おーし、これでいいね。なるほどねー。ちょっと頭使うようになったわ。凍らせてから今持っていってる。青ピクミン足りないから。おいでー。ここもいいやん。あとはここを取ってと。だからこれで終わりかな。お宝レーダー消えたね。じゃあ次の回行きましょうか。何回まであるんだろうね。行きまーす。おー。青もゲットしたね。いいね。あー、じゃあ、一回クリアした 25% だから4回ありますよね。ウェーン。ピクミンやられちゃったからな、一匹。一匹かわからんけど、多分。そこ、近くに遭難者いる？これじゃね？ん？なんかおるよね。いや、そこ偽物いそう。え？あ、ピクミンか。え、草むらの中とかも調べなきゃいけないの？大変だね。しかも、ここ暗いし。水？あー。
潰されてる。え、ピクミンめっちゃやられた。入り強すぎ？え、めっちゃ強いじゃん、ピクミン。え、この水難しいなぁ。ここにイエローがいっぱい。ここにキーピクミンいっぱいおる。やった。ってことは、上のやつ取れるってこと。いや、上どうやって取るん？届かんけどなってことは、いや、意味ねえよなぁ。こっちからジャンプしていけってこと？え、どっから上いけるんだろう。あ、お宝発見。12人もいるの？え？動くんだっけ、あのところ。うわぁ、虫隠れとって、クモちゃん。うわぁ、気持ち悪い。クモとか隠れんだよ。うわ、ここも水出るパターンね。で、ここに抜け道あるわ。うわぁ、先に行かせ。ここに抜け道あるかなぁ。ここを壊しておきますか。ほい。おぉ、突進強っ。あ、ここにも宝あるじゃん。これは、オッチン一人でいけるね。うわ、クモおる、クモおる。あ、取られた。オッチン。一旦こっちでいい。あのクモさ、お宝盗むんだ。そんなめんどくさいタイプのやついるんだ。お、電気。電気使ってくんの、こいつ。あ、でも倒したわ。わかったよかった。いや、でも今回ピクミンめっちゃやられてる。強い。適当に投げちゃダメっぽくなってきたね。あ、そんなじゃ発見。いてぇ！雲、雲倒してくれ。怖え。いけいけいけ。元気なら黄色いけるやん。あー、おっちーあれ？イエロー？黄色ちゃん電気ダメ？やられてんね。電気っぽいけどな、あの攻撃。で、ここに、なんかいるので、重い。ちょっと、あれは人をさらうの、クモちゃん。ほい。ドーン。あ、外した。ほらー。ドーン。よし。で、これは、オッチンも行けばいいか。よし。これで人助けられた。しかし、クモはやだなぁ。クモはやだなぁ。お、来た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 。隊員かな？ IT 情報調べます。隊員のドクターがパイロットだといいのですが。誰よ？動物を愛し、動物に愛され、動物愛好家。笑顔に宿る情熱を思いは本物で、研究者レベルの豊富な知識を持っている。ダルメッシュ。あー、研究者並みに、動物愛好家かぁ。オリマーサの公開日誌を見て、新種の動物を探しに来たんでしょう。やめな、遊び半分で来るのは。一体どれだけの一般人がこの星へ向かったのだろう。これは本当に大変なことになったな。うぅ、逃げろみんな。危ねえ。お、ナイスナイス。全員いけ、全員いけ、全員いけ。凍った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 。これ、カメラ強いんだよな。おぉ、みんなちょ、溺れてる溺れてる溺れてる。いやー、これ難しいなー。あー、ここにも資材あんのか。ピクミンに大量の被害が出てきた。どんだけやられたんだろう、今回。ちょっと、人数増やしてもいいかもしれないね。あれ、増やせない？あ、オニオン来てないんだ。あ、そんな感じか。30人いたのが、もう半分ぐらいやられちゃった。氷ピクミンが足りないから、運べないわ。これ。青ピクミンはいける。あ、ここ次の階に行ける場所あった。ただ、お宝ね、ここ取れてないんだよね。どうやって取るんだろうね、ここ。え、これジャンプしても届かんよね。なんか上にある？もしかして。あ！なんか壊せばいけそう。お、壊した。登り棒を伸ばしきった。そうやっていくの？君たち。あ、そういうのがあるのね。登り棒ってやつが。ちょっと暗くて見づらいかもしれないけど、なんか登ってた。あ、運べてる、運べてる。違う。
二人行けばよかったんか。あ、お宝レーダー消えた。ってことは、全部集められたね。ただ、青ピクミンと氷ピクミンが足りないから、資材がね、回収できなかったね。はい。まあ、時間かければいけるけど、まあ、いっか、今回は。さあ、お宝と救助できたしない人。もういないかな、救助する人。めーん。じゅくん。お、竹だ。これ竹だったんだ。和風っぽいね。砂出しした。一度来たことのあるフロアであれば、また来れるってこと？あ、直接来ることできるの？あ、そうなんだ。じゃあさっきの資材だけ取りに来るっていうこともできそうだね。ん？なんかあるこれ。あー、それか。水が飛び出してきたら、おいー、戻ってこいってする。これ移動するとき邪魔なんだよね。早く壊して、早く壊して。オッケー、ナイス。ん？青ピクミン全滅？貴重な青ピクミンが。え？いや、いいよ。時間巻き戻さなくていいけど。青ピクミン全滅しちゃった。あ、じゃあ、まあまあまあ。こいつやっぱ強いね。お？これオニオンじゃない？オニオン発見しました。あ、ここにもお宝ある。ちょっとメンバー集合させよう。青ピクミンって貴重なんだね。卵ある。怪しい。お前これ絶対敵やろ。え、これ、え、どうなってこれ。あー、はい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 。先に、こっち行って、下のスプリンクラーを壊した方がいいね。よしよし。この水なら一瞬で壊せる。ねえ。あれ？あ、人数足りてないじゃん。ピクミンの数。え、ピクミンどっかで増やさんとまずいな。やーべえ、ピクミンやられすぎたー。ん？お、あれ？青ピクミンがいる。ちょ、お前ら、何もせんでいい。あ、戦ってんの君たち。ちょ、おっちん。あー、それあれか。スプリンクラーね。ピクミンがめっちゃやられる。ちょっと待って、こいつ強いって。時間を戻せたら戻したくないよ。失ったものはもう二度と戻らない。ほら！倒した？よし、倒したぞ。青ピクミンたち、復活おめでとう。いや、強っ。え？こじまち、クルチューマン間違ってる？あ、でも、ピクミンの強さって変わらんよね。残りのピクミンが7匹になりました。どうしよう。で、ここのね、お宝が足りないくて、捕まえられないね。気持ち悪い。痛い。あー、ピクミンやられた。もう、ただでさえ人少ないのに。ピクミンやられすぎてるよ。痛い。あ、攻撃するの遅い。これ攻撃もちょっと考えとかないとね。外れるし。いやー、ピクミンがもう全然いないんだけど、どうしよう。これ何？出ておいでー。なんかあった？おー、資材か。いや、資材よりもピクミンが欲しいんだって。足りないんだって。いやー、これ5人じゃないと足りないんだけど、こっち待ってよ。ピクミン3匹しかいないから、何もできねえ。あー、あの玉ねぎ持って帰りたかったのに。どっかピクミン回収できるとこあるかな。まあ、一旦クリアして、また来ればいいかな。じゃあ、しょうがないから先進みますか。
はい。うん、回収できてないけどね、足りないから運べないんだ。わー、ドゥグン。とりあえずクリアしましょう。で、またピクミン引き連れてやってくればいい。よし、行くぞ。お、近くにそうなっちゃう？よし、行け、おっち。一緒に運べ。よし、シュガー。で、どこにいる？ピクミンとか行ってくれると助かる。3匹しかいないから。ちょっと運ぶの厳しいんだよな。何ゼロ一で。しかも絶対これ怪しいじゃん。絶対偽物や。どう見ても偽物を集がするんだけど。あ、だから行く場所ないね。倒すか。ほら。おっちん。おっちん。食われとるおっちんが。よし、ナイス。あー、こじまっちも。戻ってこい、全員。おっちん、立ち向かうな、あんた。はい、戻ってこい。よしよし。意外と言うことを聞かせるの難しいね。どのタイミングで攻撃できるんだ？ピクミン。いや、捕まるだけかーい。あ、わかったわかったわかった。わかったわかった。あの尻尾がある。尻尾。あー、ちょっと、これ強くね？おっちんのライフ心配やけどさ。あの尻尾があるから、あ、ピクミンが食われる。あ、食われた。おい。全滅したんだけど、ピクミン。え？一旦体操整えた方がいいだろう。時間巻き戻してみる？巻き戻すどうなるんだ？フロアの始め。いや、巻き戻さんでいいや。あれ？これどうなってる？いやー、これ後ろ当てるの難しい。ピクミンいないと厳しいよ。あの尻尾があるじゃん。あそこに、ドン。当たんねえ。いや、ここにあるんだけど、な、体当たりしに行かないで。言うこと聞いて、指示する。あ、そう。よしよし。そして、こいつ、倒して。いやー、足りねえ、人数。人数足りねえ、これ。ちょ、一旦これは、あの、戦略的撤退にしよう。地上へ戻ろう。はい。なんか、言うこと聞かせるのは難しいな。一応一人助けた。うわー。45匹失った。やべえ。あ、これ結構時間経ってない？ピクミンが外に出てきたからない？どうやら西の土地上に引き出せるのは3色まで。もうそんな、これ中入ったらどうやなる？一旦1日経たせるか。いや、待って。戻れなくない？これ時間。あ、いける。よかったよかった。戻らんかったから、もう洞窟突っ込んだ方がよかった。はい。オッケー。間に合いましたね。いやー、でも今回はやられすぎたな。操作慣れてないからとは言ってもな、雑すぎるけど難しいね。一旦戻ってきました。いやー、くー。オッチのやる気は1上がったけど、1だとね、何もできないんだよね。んじゃあ、さっきの続きいきますか。はーい。こちら、3階から行きましょう。で、ピクミンを調整できるので、これで行きましょうか。行くぞ。フル装備だ。3階で確か、あ、でも、氷ピクミンが足りなかったんじゃなかったっけ？あれ？なんかいろいろ足りなかったもんね。で、あの偽物はもう戦わなくていい気がするな。今の段階だと。一応ね、いろいろ装備とか開発していくと、戦いやすくなるけど、今、こじまちね、何も開発してないレベルなんだよね。だから、ザコザコなんよ。え？なんだっけ？黄色になった。あー、色が変わるやつか。あー、さっきこんなのいたっけ？まあいいや。よしよし。まあ、黄色も必要か？黄色。必要か？
あれこれ続きになってるもしかして。どうだろう。ここ。これ届く？届きません。よかった。今黄色になっとって届いてねえや。ちょ。はい。オッケー。ナイスー。じゃあ運んでもらいましょう。で、そこにオニオンいるから、オニオンも取っていくと。あ、待って、あそこにもあるけど、そか、全体的にはピクミンの数がもう足りてなかったんだっけ？この段階足りてなかったんか。おい。そう。これもう5匹いなかったんだよ、この段階で。5匹いたらさ、これ持っていけるんだけどね。よし、OK。じゃあ、オニオン運んでもらっていた。で、次はそこですね。で、あのヌメヌメは強いから無視。ちょ、戦わな、戦っちゃいかん、そいつは。そいつは戦わなければ多分無害。よし、OK。やっぱさっきの続きになってるね、これ。いろいろトラップ壊してたんだけど、さっき。それが見当たらないので。うん。あ、でも青ピクミンはいるわ。へえ、優しいね。ガーリップ。あれ、オニオンじゃねえの。ガーリップってなんだっけ？あ、オニオンにあげればいいの？よし、お宝も回収したね。で、これでお宝未回収はないと思う。よし、未回収お宝ゲットしたので、これで、さっきのボス戦を、はい、やり直して、勝って終わりですね。あった、ここ。よし。お宝ここは全部ゲットしたぞ。で、4回よ、問題の。ボスや、ボス。わーい。そっか、途中でピクミン、あれだったから、戻ればよかったんだ。そうだよ。無理やり行かなくて戻ればいいんだ。で、また入り直せばいいもん。はい。じゃあ、ボス倒しに行きますか。こっちだっけ。またあんたそんな引きこもってんの？ふれ。これ近づいたらいい？いってー！これ絶対さ、あれなんかな。ちょ、いや、攻撃しにくなって。行くなって。ピクミン、あんた無理。ちょ、なんで攻撃しに行くの？凍ったし。逆になんかいいことした？全員行っちゃえ。凍らせろ。藤町も行くわ。パンチ。なんでピクミンたち体当たりしに行くの？戻れって言ってんのに。痛い、捕まった。みんな戻れ、一旦戻れ。ほら、そこのやつも戻れ。オッケー。なんで戦いに行ってんのって。それ。その尻尾の部分だけ引っ張ればいいのよ。あー、おっちー。よし、いけ。今ならいい。今行け、おっち。今行け。もう。パンチ。あ、そろそろ、みんな戻ってこーい。なんか嫌な予感しかしない。戻れー。おし。なんで動いてないの、ピクミンちゃん。こっちついてこいよ。こっちのライフは心配。いいよ。あいつ、言うこと聞かん。言うこと聞かんやつは知らん。これ、氷ピクミン優秀だな。で、ここ、氷ピクミンは、わざと、食われてもいいかもしれん。よし。いた。こっち来いって。はい。一回乗るか。乗った方が言うこと聞くかもしれん。出た。これ。尻尾でいいよ。尻尾引っ張って。よし。で、尻尾引っ張ったら、みんな攻撃。で、オッチンは言うこと聞かないかな。小島ちが耐えたりする。これでいい。あ、一回みんな戻れ。こっち集合。これか。なるほどね。オッチンに乗っとかんとダメだ。もう勝手に攻撃するからダメよ。はい、早く。終われ、攻撃。よし。お、来た。いけ。はぁ、あ。で、ここを倒して。あんたらこれぶつかったらダメってわかるでしょう。小島ちゃん、そんな変な子に育てた覚えはないぞ。よし。勝ったーん。はぁ、あ。ピクミンをどうやって有効効かせるか問題があるな。これ赤いやついいやつじゃない？よし。うまく、言うこと聞かせる方法を、やっていく人があるってことね。はい。さ、誰だろう？
まあどうせ隊員じゃないんだろうな。誰？フレーヌ。植物と意思疎通すること生涯の夢とし、長年研究を続けてきた学者。植物の話をするときは前のめりになる。ピクミンのこと知ってる？シェラン調査団か。調査団の方々も捜査して、遭難してると。あ、知ってる人？調査団。ああ、じゃあ割とちゃんとした人かな。ちゃんとした人っていうか、一般人ではないんだ。別の調査団。っていうか、オリマって何団なの？調査団。え、これどこ行けばいい？よし、みんなお花も咲いたし、帰りましょう。あー、苦戦したー。あー、苦戦したー。よーし。ちょちょコンプリート。今回何がやられたかな？あ、ゼロだ。あー。100% になったからいいかな。はい、ただいま。へぇ。あ、そういえばそんなのあったね。それでピクミンの容量増えるんだっけ？外に引き出せるピクミンが10匹増えたな。これだいぶでかいよね、10匹増えるの。じゃあ、もったいないし、時間。この辺調査しますか。次回行くやつのも調べたいし。で、今ここの橋作ってもらったから、こっちに来て、あ、これ、拠点移動できるんじゃない？移しましょう。んで、ここで、なんかありそうだな、ここ。あ、で、電気は、キピクミンにやってもらってと。あと1匹。で、こっちは、あ、資材あるやんか。よしよし。え、ピクミンやられた？しまったピクミンがって。あら？マジか。ここ資材いっぱいあるから、資材も運んでもらってと。あ、これ洞窟だ。次回はここの洞窟で遊べるね。お、電気のやつ壊しましたね。ナイスー。おー、なんか変なやつがある。これ洞窟ちゃちゃっとクリアしてみよっかなー。行ってみましょっか。真っ暗トンネル、ほとんど光が差し込まない。ちょっとめんどくさそう。あ、もっと明るいヘッドランプがあればよかったが、へそくりのために安物買ったの失敗だった。あー、これね、開発でね、なんか、いいライト買えるんよ。買えるって作れるんよ。あー、じゃあ、ライト作ってから、挑んだ方がいいね、これ。なんか新しいやつあるね。これ、凍るから、あー、やっぱ、青ピクミンならいけるんだ。青じゃない。氷ピクミン。うわ、時間かかりそうだね。あ、宝回収だまーん。あ、4000超えた。これで新しい場所ゲームになったんじゃない？やった、目標達成ですね。これだけエネルギーがあれば、レーダーの捜索範囲をさらに広げられますよ。お、そっかそっか、キラキラエネルギー溜まったんだっけ。これで、レーダーの能力が上がるので、探索範囲が広げることができますね。あと、隊員は2名なんだけどね、なかなか見つかりませんね。よしよしよし。エネルギー注入完了。早速レーダーを起動します。うよーん。結構このレーダー強いよね。高性能だね。反応は？あ、またもや未探索の依頼救難信号か。捜索範囲が広がってきたな。一刻も早くはぐれた隊員とキャプテンオリマを助けなければ。6日目終了。よーし。いやー、大変やったねー。お宝いっぱいゲット。あ、5人やられてる。お？アシャになったんだっけ、行。なんかムービー流れたね。なになに？レスキューキャンプが手狭になったので、付近の空き地を整備したところ、墜落した宇宙船が見つかりました。誰の？持ち主は一体どこに？どこから救助を待ってるかもしれん。見つけたら救助してあげなければ。それと空き地を整備したときに資材が出てきたので使ってください。おお。ええやん。で、うん、ここで終わろうかと思ったけど、ちょっと忘れないうちに買っておきましょう。ね、ちょっと言ってたんだけど、このヘッドランプかな？視野が明るくできるやつ。これを買って、置きましょう。で、他にもね、いろいろね、あるんよね。これかな？
暇人笛っていうのがあって、仕事終えたピクミンを集めるには、毎回ね、拠点戻ってたんだけど、これ戻らなくても良さそうなんだよね。手元に来てくれるっぽい。どこまでの距離いけるんかね、これ。それはちょっとわからんけど、これも、はい、開発しましょう。で、また資材が足りなくなったと。では、今回ここまで見てくれてありがとう。また次回続きからお会いしましょう。なやにー。あー、今回ピクミン何匹やられたんやろうな。ごめんな、ピクミン。